さあ、またまた出てくるトモカ、対して霧の、もうそろそろなんかやっぱ新キャラが欲しいですね。同じような組み合わせばっかなんで。何でしたっけ、タイガと何でしたっけ。劣等生のキャラ。劣等生がよく分かんない。どっちも僕もみゆきっていうキャラですか。全然知らないんですよ。俺もまあ電撃がまず全部分かんないっていうね。ロードストー戦記しか分かんないんで。さあ試合の方は物投げて、さあおもむろに来る機能が怖い。アスリート出して逃げる。さあ NB から確認のスティール。起き上がりに生ブラ。さあ2ハンパーからごちそうさまのエリアル。さあお互いに3ゲージ。さあおもむろに人生相談。さあ B はガードできない。キャットルミューティレーションで OK と。さらにこのジャンプ中の機能もなかなか怖い。投げはしっかり抜けてからのアスリート。さあまだ残る。さあ無理やりエリアルに持ってってローキューブドーンと。さあスーハッパーかまして電撃カオスコードがまず1本。さあ C パスが、 C パスじゃねえや、パスが通って、さあまたエリアル。さあ対空として優秀なアスリートダッシュ。さあやはりお互い機能を若干警戒しているような動き。さあ目の前で逃げ、投げと見せかけて、さあさあまた燃やし切り直しで、ここはどう出る。上りの対空が入って、さあこのラウンドはフリーダムさんのペースが続く。が起き上がりにアスリートダッシュが入って、さあ少しずつ体力を取り返していく。ここで逆転していく。さあここはガードして人生。勝ったのは三ツ矢さん。それではお次は、古賀さんと牧野さんお願いします。さあ再び霧のバーサス霧の、さあうちの木曜大会でもおなじみのお二方。さあ開幕は物投げで生ブラが出ていく。さあアスリートダッシュがヒットして生ブラでしょう。ツーハッパー。さあ今日の大会はツーハッパーよく見ますね。今まであんま見なかったですけど、アスリートが相打ちして、さあとりあえずガードタッチ、おっと割り込んでいく。もう一度ツーハッパー。さあしっかりとつなげて持ち上げて OK。 さあ残りわずかだが裏から中断。まずは古賀さん。
さあここは名称使わなかったが、さあジャンシーが使って、さあうわなんか森戸っぽい、さあおいしい時間が始まる。さあここでブラスト回収して残り 5% といったところ、さあ裏から人生相談かけ合ってくる。さあフライパンで 銃は相殺すると。さあここで再びブラストゲージを回収していく。さあ対空だ、おっと、さあ縫製を切っていく。さあまだ分からない展開だ。さあ 4AB が入ってコンボブラスト、あーミスってしまう、ミスが多い。まだこれは分からない展開だが、さあ辛くも1本取り返す。さらにゲージもだいぶある。あ集団が入るぞ。とりあえずアスリートで逃げて、さあここはあっとアッパーがガードできてる。さあここからどう出る。さあまたもやお互いにクライマックス発想をおもらししてしまう。さあアスリートダッシュ。さあ何回 UFO キャッチャーが降ってくるんだ。さあこれゲージが赤くなる。さあ遅らせ入って投げ、さあじわじわ体力を取り返していく。おお総裁してエスケープ。さあ EX バレーが出てしまって、古賀さんの勝利おめでとうございます。では次、KZS さんと新宿一のクロートさん、さあなんかここでようやくキリトが出てきて、さらにミコトが出てくると。さあ今日唯一のミコト使い頑張っていただきたいところ。さあ試合見ていきましょう。さあしっかり立って入れ込んでしまった。さあゲージ入って、さらに神猫おとりに投げていく。さあライン上げて、さあ投げて、さあさあ非常にガードが硬い。さあ目の前で恐れて急にブレーキかけてしまう。さあここでブラストでお互いにブラスト、おっとこれはあっと当たってしまって、さらに補正が切れている。さあ黒猫呼んで、さあ黒猫、さあ今回はしっかり抜けて、さあ今度こそ集団を通して、おっとこれイクリプス、
さあキリトくんならこっからでも全然ある。最後は C でまずはミコト、新宿一のクロートさん。さあまずは4エビ取って、さあ二刀流状態だが、この二刀流をうまく使っていきたい。チェイサー薄から打った、裏からキノが来て、さあ2エビがスカル。さあキリト君ゲージがたくさんあるぞ。ファーストストリーム、さあダッシュからの投げで1本取り返す。さあ神猫がありがとうとレールガン、さあなかなかインファイターの見事で、もう一度レールガン決めていく。さあ体力を少しでも回復したい。さあ相打ちでコンボにはいけないが、さあしっかり立っているが、さあしっかり投げを抜けて、さあ画面端でここの体力差を、おっガフでエスケープ。さあインパクトスキルが取っていたが、勝ったのは新宿一のクロートさん。これで1回戦が全部終わりと。でシードが参戦、続いて瀬川さん、手振りさんお願いします。またもやすな同キャラ戦。さあやっぱり、アスナにはリーファが安定。さあお互いにブラストを使っていく。さあ2秒つからせて投げていったところにクライマックスターツ。さあ自ら旗に行ってしまった。さあしっかりと抜けて、さあこのポテンシャル状態をうまく活用していきたいところ。さあこれは当たる。あー、いやーあまりよろしくない状態だったが、さあ逆に画面端を背負わせてしっかりガードしてる。さあエスケープ、これどう出る。かしげだんで、まずは瀬川さん。さあ、あのさっきのクライマックスアーツ、そうですね、できればロックにしてもらいたいってところなんでしょうね、明日の使いは。かしげだんで、さあ、ガードして、チクチク攻めていく。さあ、C からヒット確認の。クライマックスアーツ、さあダッシュからの大もむろに来る鉄拳制裁で、さあエスケープでもう一気に、ま、取っていきたいってところで瀬川さんの勝利。ではお次式神さんとサメマンさん。
シャナ、キリトでしたっけ。サポートは香川高校とキノン。お互いに攻撃補助系な切り札持ちだが、ここはどう出るか。さあめくりが当たって早速審判を使っていく。打ち上げてゲージを回収。さあバクステを買ってさあここでお互い二刀流、お互いじゃねえや、キリト君も切り札入って二刀流状態。さあジャンシーが入ってゲージもめちゃめちゃある。叩きつけてまだ入る、まだ残らない。67ヒット体力半分以上持っていく。さあうまいことエリアに持ってて、さあゴビが入る。さあここは逆にゲージを入っていく。さあ確信をすからせて審判、一気に体力リードして投げて、香川高校は待っているが、ここはエリアに行けない。さあ残り体力わずかだが、さあここは1本取り返して、さあ最終ラウンド、キリト君の切り札が2つある。早速使っていく。さあここでゲージを回収して、さあ入ってしまう。エスケープで、さあキリト君がブンブン刀を振っている。ゲージもまたモヤマックスになって、あとここはミスってしまう。さあこの審判、さあじわじわと体力を取り返していきたいところ。さあ再び二刀流。さあB シート入って、さあいっあと、さあ最後は 2B が入って、勝ったのはサメマンさん、おめでとうございます。お次、ジュールさん、 YKMR さんお願いします。開幕から波動、お互い波動、波動相打ち。さあやってきたところに生ブラを吐いて、さあスカったところにきついのをお見舞いして、さあニエビが入って、さあ空対空はしっかりガードして、さあここはしっかりガードしている。波動波動、さあまだ残っていた。さあ肉弾戦が続く。
まずは YKMR さんの黒い姫。お互いに出して相打ち相打ち。さあ攻めの姿勢は崩れない。さあしっかりガードして、刺したところに投げよ、お見舞い。さあうまいことをすからせて、さあこっからまずはガードさせて、さあ投げが漏れた。さあお互いに中段は通さないと。投げは通る。さあ生ブラしっかりガードして、さあこの波動の隙を逃さない。一本取り返して、さあ状況的にはほぼ五分だが、まあブラストがゼロとマックス。早速戻れと、まだガード間に合って、さあここで入ってしまう。当て身を取ってデスバイエンブレイジング。さあしインパクトスキルをすからせてが間に合わず、さあブラストの隙をついて勝ったのは YKMR さん。続いてジンさんとチースケさんお願いします。ああ、ジンさんを煽るギャラリー、面白いサポートを期待していると。面白いサポートと言ったら、おおお、あーリーファだったやはり勝ちが欲しいジンでございます。さあ試合の方はリーファでアシストモルゴットを潰していく。さあ裏回って、さあ審判を使って、さあ真白4ブーガード間に合って、やはりジンさんにリーファを出せたら叶うものはいないのか。さあもう一発決めて、さあしっかりジャンプでかわしていく。さあやはりさあジンさんが普通に勝っていく。さあただちんすけさんがもうゲージがたくさんあるので、ここは巻き返していきたいところ。さあ真っ白呼んで固めが始まる。さあもう一発返ってきて、もう一発お見舞い。さあうまい切り札に投げをかまして、さあ逆に画面端を背負わせていく。さあこれは切り札を吐かなかったがまだ残る。さあこれはガードポイントを取っている。勝ったのはジンさん。